俺だよ。ということで、おはようございます。こちら、こんばんは。両人と申します。両人縛ります。今回の縛りプレイはですね、弾薬を使わない縛りといった、縛りリクエストいただきました。ありがとうございます。まあ、弾薬、まあ、なんか飛ばすやつとかダメなんでしょうね。バリスティックナイフはどうなんだって話なんですけど、まあ一応飛ばすということに関しては、まあ、罰なのかなという感じですね。まあ、バリスティックナイフだったらよかったんですけど、まあ一応なんかいろいろ言われる前に、まあバリスティックナイフなしということで、まあ近接炎属性のアイアンジムでございます。ね、これ、殴られたやつは炎に巻かれて死ぬっていうことでありがとうございました。ということで、ね、まあ開幕、まあここ左からググッと行きたいんで、裏からこうゆっくり行きたいんですよ、私はこうやってね。中央通ってるでしょう、そこパチンと。さあ殴っていきます。なんかいるんだけど、さあどうやっていこうかな。これ中央クソじゃない、あん。わかんねえな、これ。どうしたらいいんだろう。どう立ちバリ。バレてない。あざっす。やっぱ角角でやった方が良さげなのかもしれませんね。パンチン。よっしゃー。いや、アイアンジムええやん。いけてるやん。どうしよう。どう攻めてやらいいんだ。近接を使わないんで、こうガードかな、これか。ガードってなかったよね、このゲーム。ガードってないわ。ダッツ！どうしたらいいんだよ、まあ。とりあえず近づいてキルすればいいだけの話なんだけどね。まあ、それできたら苦労しねえんだけど。よっしゃー。なんかいきなりパッて出てこられると困るよね。で、立ち回りがね、もうちょっとこう、エッジの効いた立ち回りをしないとダメだ。エッジ効いてるね。透明使っただけなんですけどね。どこだ、後ろか、ごっつんこ。わー、それ俺で、これ俺がやりたいよ、パッツン。あダメみたいですね。いや、近接使う人、まあフレンドにもいるんですけどね、ほんと、いい、ほんとやればできるなって思うよね。はぁ、上行きたいんだけどなぁ。あ、ここ、こっちから行こうかな、俺。ほら、そしたらバレないんじゃない、こういうとこ、こういうとこ。それ。ここ入っていったらいるんじゃない、ほら、いた。ごっつんこ。下降りたいんじゃない俺。下降りたらダメ、これダメかな。ほら、痛い痛い痛い。後ろから失礼するぞー。あ、なんで、あっつ、あっ、こっつんこ、こっつんこ。よし、こっち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 、よしよし。うわー、あ、ダメだ。ちょっとここら辺とかで待っとくか。いや、これ俺爆風食らうな、これ。それどう立ち回るかな、部屋の中ちょっとエッジの効いた立ち回りをしていきたい。いくぜ。あ、いい立ち回りしてる俺。お前、えい、いない、いるいるいるよな。そら、いや、エッジ効いてるよ、リッパー。一旦逃げていいものである。ふやら、よし、トリップはナイス。さあ、そのままここまでグググっと行っちゃうよ。そう、どうせ裏にいるんだろ、そこいるんだろ。いねえじゃねえかよ。俺の立ち回り返せよ。それ、あ、やべ、それはまずい。あと、あれ、2回入ってるやつがいる。後ろ踏み向くことはないだろう。どこだ、あいつ。どこ行った、どこ行った、どこ行った。トリップ、あらららららそーら、あーはあはあ、近接使うやつマジ尊敬するわ。そーら、えい、よし、まあまあまあ最初はね。ほら、気づかれない、気づかれないでしょ。そら、まだ来るか、ダメてる、バレてる。あ、そら、あ、嘘だろ、ダメみたいですね。うおー、ちょ、うわっ、あぶねえわ。じゃあ、あはい、ということで、近接し、あ、弾薬を使わない縛り、でした。でも、ある程度、ぼちぼち戦えるな。まあ、戦えること自体、ちょっとおかしいんですけどね。もっと真面目なゲームだと思うんですけどね。はい、ということで、ご視聴お疲れ様でした。縛りリクエストに関しては、Twitter や動画コメント欄にて気軽に募集しておりますので、もしよかったら、気軽にリクエストください。それでは、次の動画でお会いしましょう。ご視聴お疲れ様でした。バイバイ。